吉田さん、昨日広島行ってきてですね、いやすごいですね。ビッグなビルの中にオフィス入れちゃってイケイケですよ。で、早速昨日の模様を記事とともに Facebook にアップしました。 YouTube にはまだなんですけどもね、 Facebook にアップしました。俺の弟子がこうなりましたみたいなね。そうすると広島市内にいていまいち目が出ない方がお二人いらっしゃったんですけども、その方からメッセージ来ました。改めて速稼塾で学ばせていただきます、一からやるつもりですみたいなね。付き合いがもうね 5,6 年ある方、もうちょっとか7年8年ある方なんで、速稼塾の初期に縁を持った方なんですけども、その時はねやっぱり大きな実績者もいなかったんで、いまいち乗り切れなかったんでしょうね。でもその時から頑張って7年8年やっているその私の塾生さんがね、ああいう風な新築の大きなビルの中にオフィスを構えられるようになったのを見て、同じ広島にいながら自分は何をやっていたんだろうかみたいに思ったらしいんですよ。で、今からでも全然遅くないですよと。なんせ私ですらまだ10年やってないですからね、みたいなことで速稼塾2件制約しました。これは一体ですよね。吉田さんが言うように弟子がすごいんですよって言ったらね、なぜかねその弟子のところに弟子入りするんじゃなくて、大元の私のところに来ていただきましたということでございます。はい、摩訶不思議ね、これぞ常にセールスしているということでございます。まあ私がずっと発信してるっていうのが大きかったと思います。やっぱり自画自賛でも何でもなくてね、常に発信をしてるから、なんかちょっとしたエピソードがあった時にそれが効くんだろうなと思いますよね。ボクシングで言ったらジャブジャブジャブストレート、ストレートが効くのはジャブでダメージを与えてきたからだということなんでしょうね、きっとね。じゃあ行ってらっしゃい。